人吉城の航空写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成無社開始にのまる後人吉城は熊本県人吉城区町にある日本の城。相良氏が鎌倉時代に児童として人吉僧に赴任して以来35代670年の長きにわたり在城し、江戸時代には人吉藩の藩長であった。 国の史跡に指定されている。人吉城は、市内中央部を流れる熊川の南側に位置し、熊川とその市流胸川の合流点の山に築かれており、北側と西側は、熊川と胸川を天然の堀とし、東側と南側は、山の斜面と崖を天然の城壁として、巧みに自然を利用している。熊川沿いに三の丸を廃止、その南に二の丸、 さらに丘陵上に本丸が配されている、はしご角式の平山城である。本丸には、天守は築かれず、ごま堂があったと言われる。幕末に築かれた、お立ての石垣の一部には、ヨーロッパの追記技術であるコーデ工法を応用した、武者返しと呼ばれる、独特の石垣がある。この武者返しは、城壁最上部に、平らな石がやや突き出して積んであり、ネズミ返しのように、 城壁越えを阻止するとともに、割合簡単に落下させられるようになっており、城壁に張り付いた敵への攻撃にも使えるようにしている。この城壁は、日本の城では他に、函館の五両角と達岡城にしかない、珍しいもので、いずれも人吉城の石垣ほどの規模ではない。現在の城石は、人吉城公園として整備され、櫓や兵が復元されている。また、 上司の西側には、人吉市役所、相良五国神社がある。源頼朝に仕えた、東東海国相良総国人の相良長頼は、元旧二年日五国人吉宗の地頭に任ぜられた。この地は、平頼盛の家臣の矢瀬修名雄が城を構え支配する、ところであった。修名雄は長頼に反抗したため、うがりと称して、修名雄をおびき寄せ暴殺した。これを悲しんだ ゆうの母、津がは恨みをもって自害し、亡霊となってたたったという。あとに、三の丸には、鎮魂のために、おつの社が建立された。長よりは、主名、優の城を拡張し、人吉城の基礎を作った。追記の際、三日月型の模様の入った石が出土した。このため、この城の別名を、先月城、三日月城とも言う。 戦国時代になると、相良氏は熊地方を統一する。しかし、家督問題で内交が生じた後の大英6年7月14日、ヒューガ正木委員を治める北原氏が率いた大軍により、人吉城は包囲される。相良義茂は策を用いて、北原氏を追い返しことなきを得たが、これが相良氏入城後の人吉城が、他家に攻められた唯一の出来事となった。その後、 19代当主の相良義用によって、天正年間より城の大改修が始められた。途中に、たびたび改修の中断があり、22代、大広氏の寛永16年ようやく近代城郭に生まれ変わった。戦国時代の相良氏は、南の島津市や北原市、北の縄市や大友市などに耐えず、脅かされよく耐えていたが、天正9年に、島津市に降伏し侵入する。 その後、義用の子、相良頼夫は、天正15年、橋場秀吉の九州征伐の際に奮戦するもこれに、幸福、家臣、深見を察知の交渉により再び独立領主として、人吉城と領地を安堵された。慶長5年の関ヶ原の戦いでは当初は、石田三成方につき伏見城などを攻めるが、本戦で石田方が敗れると徳川方に内容し、先行を上げ、 徳川家康より2万2000国の領地を安堵された。今日は2年に脇内から出荷、文久2年2月には、城下町の火事屋から出荷があり、虎女火事と呼ばれる大火となった。この2度の火災で、城は全焼した。その後、一部の建物が再建された。明治4年廃藩地県により、廃城となった。1877年に起こった西南戦争では、 西郷隆盛軍の拠点となり、戦闘が行われた。この際に幕末に再建された建造物も、全焼したが、焼け残った堀や門が市内の民家に移築され現存する。その後、城石は、人吉城公園として整備され、1961年9月2日、国の史跡に指定された。1989年住屋倉が復元された。 1993年には大手、門脇多門矢倉と続兵が復元された。2005年時に吉木歴史館が開館。施設内に石造り地下室の遺構が保存されている。2006年4月6日、日本百名城に選定された。2020年7月3日からの大雨のため、城市でも被害を受け、施設設備復旧のため人吉城歴史館が休館している。 門川日本地名大辞典43熊本県、人吉市公式ウェブサイトほか、人吉市図書館、人吉城歴史館、令和2年7月3日からの大雨による被害のため、当面の間休館。ありがとうございます。